スクリームウェブサイトご覧の皆さん、どうもパンでーす。どうも、よろしくお願いします。沖縄のこっちです。よろしくお願いします。どうも、こっちの育て役ボーカルの川田です。はい、いつも育ててもらっております。ありがとうございます。ということで、はい、今月もね、3万円あげたわけです。もう結構あそういう風な育て方をしてくれてるんやね。まあ、持ちつ持たれつの関係ということで、はい、早く来月になれ。今回はなぜここに来たのかと言いますと、うん、7月4日に、はい、ワルニベッドというシングルをリリースいたします。はい、バンドもね、うん、今年でもう24年目ということで。24年ですか。来ましたよ。はい、もう CD もねたくさん出させていただきましたけども、うん、今回また、新たなシングルが出るということで、はい、もちろんツアーも始まります。はい、今回はね、7月の18日にどこ行くんですか。ツアーの初日があるんですけども、うん、なんと福岡。福岡いいとこですね。福岡からね、はい、ワルニベッドツアー、平日ツーマンで汗ベッドベッドというね、あ、ワルニベッドとこうかかってるわけですね。そうそうそう、汗がベッドベッドになる、はい、夏のツアーなんで暑いんですけど、うん、今回は割とねこうキャパ数が、少ないところで、はい、ツアーをやってみようということで、よりこう密にこう、そうですね、はい、で休日ツーマン、あ、平日ツーマンですね、うん、平日にツーマンライブをする、はい、そして大阪だけね特別編として休日ツーマンがあるんですけども、うんうん、約2ヶ月の夏のツアーになりますので、各地ツーマン、いい対バンが決まっております、うん、はい、汗ベトベトなる覚悟で遊びに来てほしいなと思います。もう早くチケットを取らんとこうね争奪戦になっちゃうんでそう、なんかうまいこと言うんかなと思う。いやいや、もう何も出てこないびっくりしました。なんか車掌に出てきたから、いや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 、なんかあるんかなと思って、今何も武器を持たずにこう行きました。なるほどね、はい、そう、裸一貫でね自分にかけるという意味でも、こう我にベッド、ガニベッドと呼ばずに我にベッド、あーね、音読めたら訓読めたら話ですね。まあ自分にかけろと、はい、俺らも自分にかけて、うん、バンドをやっております。はい、そんな3曲入りのシングル、ぜひとも聴いてください。よろしくお願いします。以上、パンでした。バイバイ。